ミス・シャーロックは、フールーと HBO アジアの初の国際共同制作により、フールーにて2018年4月27日から6月15日まで、毎週金曜日に配信された配信ドラマ。全8話。同日から HBO アジアが放送される世界19カ国でも、同日放送された。名探偵シャーロック・ホームズとその相方ワトソンが、もし現代の東京にいたら、 もし二人とも日本人女性だったらとの新解釈の元に描かれるミステリードラマで物語の舞台を東京に移しシャーロック役を竹内優子、ワトソン役を漢字やしほりが演じる。シャーロックとワトソンを女性が演じる世界初の映像作品となる。日本をはじめ世界各国で放送、配信されるなど本作品の好評を受けてドラマを制作した フールーの親会社である日本テレビは続編も検討していたことが主演の竹内裕子が2020年9月27日未明に死去したことを受けて翌28日に行われた同局定例会見にて明らかとなった。月会師の立花の数とは医療ボランティア先のシリアから帰国した日にかつての恩師が目の前で衝撃的な死を迎える事件に遭遇する。 その事件の捜査中に一人の女性と出会う。名前はシャーロック。彼女は警視庁、捜査一課のレ門モン警部、柴田巡査部長も手を焼く難解な事件を天才的な洞察力を持って解決に導く捜査コンサルタントだった。その傍若無人な物言いに抵抗を感じながらも、カズトはシャーロックの人のみ外れた推理力に心から感服する。 二人は奇妙な共同生活をはじめ、コンビとして事件の捜査に関わるようになっていく。エピソード1が日本テレビにて2018年5月10日に地上波放送された。エピソード1から8がチャンネル猫にて2019年夏に、また2020年1月5日に一挙放送された。エピソード1とエピソード2が日本テレビの金曜ロードショー枠内で 二千二十年六月五日に、日本テレビ系列局で、地上波放送された。AB、水川あさみ、あだちゆみ、菊池り子らが、ドラマ、ミスシャーロックにゲスト出演。映画ナタリー。https コロンスラッシュスラッシュナタリードット .mu スラッシュ映画スラッシュニューススラッシュ二七八九六零二零一八年四月二十日閲覧。竹内優子主演、ミスシャーロックの、配信日。 決定、滝藤健一ら新キャスト6名解禁。映画ナタリー。https コロンスラッシュスラッシュナタリー .mu スラッシュ映画スラッシュニューススラッシュ2701832018年4月二十日閲覧。竹内優子漢字足掘り、世界初の試み、ミス・シャーロック、ミス・シャーロック。モデルプレス。 https://mdpr.jp/.news/.detail/.17314612018 <ッ>年5月3日閲覧。日テレ竹内優子さんの出演ドラマ続編を考えていた代表作になるのではと叶わぬことに社長を痛む。中日スポーツ、東京中日スポーツ。2020年9月28日閲覧。 竹内優子さん代表作、ミスシャーロック続編幻に、日刊スポーツ、2020年9月30日閲覧。ミスシャーロック1話を地上波で放送。日テレニュース24。 http://www.news24.jp:/articles:/2018/05/09/08392591 と html2019 年2月11日日閲覧ピアチャンネル猫協力コラボ、やっぱり猫が好き。連載第101弾。探偵ミステリーの名探偵コンビ。 女性女性で現代日本に登場。https コロンスラッシュスラッシュ www.necoweb.com スラッシュ猫スラッシュインフォスラッシュディテールドット php id イコール8132020年1月5日、閲覧。竹内優子が、和製車ロックフルードラマが、金曜ロードショーで、地上波放送。おらかニュース、オリコン。 14名 2020, 2020年5月16日、閲覧。竹内優子、漢字足掘り、ミスシャーロック勤労で 1&2 話を特別放送。cine macaf.net e。株式会社ー、e、ド14名 2020, 2020年5月16日、閲覧。竹内優子、漢字足掘り、ミスシャーロックが、 東京ドラマーアウォード2018で優秀賞受賞。ザテレビジョン。https コロンスラッシュスラッシュ thetv.jp スラッシュニューススラッシュディテールスラッシュ167035スラッシュ2019年2月11日閲覧。竹内優子、漢字足掘り、ミスシャーロックが、トリプル AS で最優秀作品賞に。ザテレビジョン。 https://thetv.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュディテールスラッシュ172198スラッシュ2019年2月11日閲覧。ありがとうございます。